プレゼンテーションが始まります。ぜひお近くまでお越しいただきまして見ていただけたらと思います。それではこれよりエピマップ、Google マップと NNC 技術を融合した ICT 技術の開発と題しまして、株式会社エピネット原口隆一様より発表していただきます。それでは原口様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ですね、まず、我々の会社、全部英語表記なんで読みにくい方がおられるんですが、e プランニングインフォメーションの略で実はエピネットという会社名になっております。まあ、約、9年前に設立して、まあ、粛々ですとですが、こういったベンチャー開発をやっております。まずはエピマップの紹介ということで、頭文字の EPI というものを取りまして、新しい、Android に開発した、タブレット、スマホなどでも使える、NFC タグ、最近の、まあ、こちらでパスモですかね、大阪の方ではイコカという言い方をしたりもするんですが、そういったものに情報を書き込めたりできますので、ぜひご覧になってください。はい、ちょっと文字が多いんで申し訳ないんですが、エピマップの概要ということで説明いたします。まず、当社エピマップは IC タグと GIS と GPS を連動した指キタス測量支援システムです。まあ、最近は指キタスという言葉は使わなくなったんですが、指キタスとは、Wi-Fi も含め、どこでも情報とつながるという状態のことを指キタスと言います。我々約5年前からGIS をベースとした GPS と IC タグへの読み書きという、それぞれの全く異なる機能を融合した製品、クイコムというものを開発してきました。まあ、後ほど紹介いたしますが、販売してきた経緯があります。エピマップは、まあ、新しいこのクイコムのリニューアル版と思っていただければ、幸いです。次にですね、GPS、今日導きなど GPS、 いろんな、GPS の紹介もありましたが、位置情報を、まあ、位置情報と言われると皆さん、慣れてる方はお分かりだと思いますけれども、緯度経度を Google マップ上にリアルタイムで表示いたします。その後ナビ機能としても使います。もうここまでですと皆さんカーナビとか、もう Google はもうスマホ、まあ、iPhone でもそうですけど Google マップ使いますけども、使ってますので、まあ、皆さん身近に感じられている方が多いかと存じます。その他にですね、 NFC 機能、近距離通信技術を使い直接、タグに入力をできるようになります。でその他、まあ、今回 iPhone ベース、実は iPhone の OS 7.0 で期待してた機能、5で出るかなと思ってたんですけども、実はこの NFC のタグ機能、今回の5では盛り込まなかったというアップルのちょっと戦略がございまして、Android ベースで、作ることになりました。で、まあ、Android のいいところは、まあ、iPhone と違い、登録がいらないフリーで、たやすく開発ができるというところが非常にいいかと思います。その次にですね、 NFC とは皆さん持ってるこういった、カードございますけども、ニアフィールドコミュニケーションであるんです。なかなか耳にされない方もいると思うんですが、日本語では近距離無線通信技術と呼ばれます。日本国内やアジアで普及しているのはフェリカ、お財布携帯なのかがフェリカです。まあ、これソニーなどが中心に、開発しているんですが、世界中で普及されているのはマイフェアというこのが2つの大きな種類の携帯になります。まあ、下に書いているお財布携帯や交通系の IC カードはフェリカが多いです。で最近ではですね、免許証、戸籍の部分が消えましたけども、実はこちらにも搭載されています。皆さんお気づきの方がいるかいないかというのはちょっとあれなんですけども、私も今年の7月に変えた際に、あ、変わったのかというふうに感じました。まあ、下にこういった種類がありますよというふうに挙げております。一番右端のね、国交省さんは、どこに入ってるのかなというのが興味湧くと思いますが、後ほど説明いたしたいと思います。はい、後ほどと言いまして、丸が出てきたんですが、実はこの部分、FRAM という富士通さん、が開発したものが入っておりまして、ここに、情報を書き込めるというふうになります。その次にですね、じゃあ我々今回初めて実はこれを、開発したかといいますと、実はそうではなくてですね、
過去にですね、5年前、4年前、古い時代ですね、Android もまだない時代に Windows CE でこちらのバージョンで、実は IC タグを読むセンサーを作ってまいりました。その実績というのがございまして、まずはですね、一番、左の GPS のデータ、位置情報ですから、緯度経度を実はこういう山の中に入って、取り込むという作業です。で、これどういうお仕事かというと、転積調査、皆さん高速道路とか走ってた立派なコンクリートの乗り面という防護壁があるんですが、その上に実はもともと大きな石があって、それを取り除くためにはこの石をどこにあるか特定しないといけません。その特定するためにこの石がどこにあるかというのをあらかじめ GPS で測ろうという試みを行いました。もともとは山の中での石の調査ですので GPS は使えないということが一般的なことだったんですが、ディファレンシャルの GPS などを使いますと約1メートルの誤差以内で測れますので、まあ転積はそんな細かい測量精度、道路を作るわけではございません。石が5メートル以上の石がどの辺にあるかというのをある程度特定すればよろしいので、そういった形で位置を特定したという作業を行い、その次ですね、我々が作った独自のフォーマットで岡山県内々の土木名とか測定名006、この石丸 A-001 などの番号を用いて、タグに情報を書いて、石に情報を補充します。で、今回やり方がですね、この時はですね2種類ありました。石がなかなかそのタグを貼りにくい石だったりするとですね、石の手前にですねこういった杭、 IC タグが入っている、ヘッドの部分に入っている杭に打ち込んで種類を特定するというパターンとですね、 IC タグの書き込み動作、こちらラミネート、展示会場我々やってますけども、これシリコンなんですが、シールタグで貼って石にペタッと貼り付けてる場合もございまして、この2種類で特定した、して作業を行いました。で、その後 GIS 上で見ますと、こういった点のデータがきれいに出てくると、石がどこにあるのかなというのが分かるような仕組みになって、実際に過去やってまいりました。ただ、他にも実績がありまして、去年の食い込みの実績としましては、岩手県の大船渡市で、高さを見まして、計測と同じように、またこれ私が乗ってるんですが、計測して高さの情報をどんどん入れていったという実績もございます。で、もともとのこの業務の流れというのがですね、非常にちょっとややこしいんです。もともと地図をまず使うには許可がいって買わないといけないということから始まり、入力システムの使用の準備がございます。地図データはエスリさん得意にしてるんですが、シェープデータ、もうこの時点でも皆さんシェープデータと何ぞや、我々、アルバイトのオペレーターさんを使ってたら、社長これシャーペって何ですか、シャーペちゃうやろシェープデータやでと、こういうことを説明するところから始まったりするぐらい皆さんややこしい、初期導入するときにはなかなか皆さん高いレベルの人をターゲットにするしかなかったんですが、そういったところから始まり、現地で測量する際には GPS データとこの頭についてる読み書きのセンサーをわざわざ取り付けたり外したり、もうこれを毎度やってるというきっと苦労が、多くございました。でなかなかもうこの製品が売れた売れなかったっていうと、正直、なかなか頭打ちで全然PR が我々の不足だとは思いますが、なかなか進まなかったんですが、これをですね、これ細かく、説明いたしますと非常に長くなると、これだけのパーツがございます。1番これ GPS のセンサー、2番が、IC タグの読み書きセンサー、もうこれだけの部分のセンサーとか読み取りがありまして、もうスマホと同じように使うのには非常にややこしいなと、こういうことでこれをなんとかオールインワンにしようと思って、こういう米軍が使ってる、Windows CE をもっと使ってたんですが、 CE のもの、これ耐久性が電池も持ちが良くて20時間防水性もあって、非常にいいなと思ってたんですけども、慣れた人が使えばそうなんですけど、なかなか浸透するのが難しかったというのが現状です。で、新しくこれをリニューアルしたエピマップ、これ NEXUS7、残念ながらこれ NEXUS の7でも12年バージョンと13年バージョンがございます。これ12年バージョンなんですが、12年バージョンになりますと、実はこの GPS とタグの読み書き全部実はついてます。もう最初から入ってます。当然皆さんインターネットは当然 Wi-Fi 機能がついてますので、Google マップはもう持ってますから地図を買う必要はございません。ということで、
実際にこの会場に入る前に昨日やったものがございまして、まあ、Fマップの操作画面というのは非常に簡単でして、まあとで展示会の出展してますので覗いていただいて実際に操作していただくこともできます。あの地図をですね、まあ、このセンサーをかざす、要するにタグにかざすだけでも自動的に Google マップが立ち上がって、書き込みの作業ができます。このあたりのタグデータは普通のスマホのやり方と一緒です。そのような形で書き込みができます。で最後にですね、実際に、昨日会場で、GPS 実際に撮って、やってみましたところ、タグの中、まあそこの会場にタグを用意してるんですが、書いたデータが、まあ、航空写真のレイヤーの中でもこうやって書きましたし、まあ、地図のレイヤー、まあ、地図のレイヤーは6種類用意しておりますが、デフォルトで用意してるんですが、まあ、レイヤーごとに書き込みができますし、まあ、いろんなことで非常に使いやすくなったということで、今回 PR させてもらいます。ただ、目的として実は問題になっているのがですね、我々用途の部分が非常に、アイデアがまだ、少ないもので、もともと探している杭の情報とかを杭を1回埋めた後もう1回次の人にバトンタッチする先にあそこに埋めたんやけどもう1回行ってくれるかなということで、確かに地図を見て行った途端にじゃあこの杭でよかったかなと山の中から電話で相談するわけにもいかないんで、じゃあ IC タグが入っている、まあ、例えば杭の頭にかざすとあほんまに合ってたという状態の用途が、まあ、一番分かりやすいんですが、それ以外のちょっと用途というのが、まあ、皆さん今回会場に来ている方があれば、まあ、こういった IC タグを使って、こうやって録画のプロになったらマンホールの埋設管理でもいけるんちゃうかとか、まあ、他に、電柱管理でもいけますよ、まあ、他にルート営業、まあ、中でうちの税理士さんなんか社長これルート営業で使えますわと、うちの社員がイカサマース地形線路にビル、ルート営業のところにカード持たせていてちゃんとお前行ったんかと何時何分で会ってと、でしかも次回はなんぼっていうところも残してて顧客も見えるし自分も分かるということで次回いつ来ることも分かるし地図に残ってるんで、じゃあその方が次の方にバトンタッチする際にも非常に分かりやすいこういうことを言われたりもしましたけど、まだまだ用途のところとかアイデアこうしたらいいのではないかという意見が今回のこの展示会では私が要望したいというか皆さんの意見を取り いただきたいと思っております。すみません、ちょっとまとめ方がちょっと雑になってしまいましたが、まあ、新しい今回の展示会の趣旨としてスマホを使ったということでしたので、まあ、今回最新のものを紹介させてもらいました。皆さんもし、よければ、まあ、後でブースに来ていただいて、まあ、どういったものかというのを具体的にお見せできますのでぜひ立ち寄ってください。以上、原口様ありがとうございました。それではこれより次回のプレゼンの準備に入らせていただきます。皆様少々お待ちくださいませ。